星の海プラネタリウムでございます。おプラネタリウムやっぱり来るとね良かったと思う。ゴリ石垣え、ここな、ここどこですか。こちらは石垣港の中にあります、はい、星の海プラネタリウムでございます。お あっちがもう船が出るってことですね。ちょっと外出たらもうフェリーだらけです。へえ。僕の石垣島の知り合いでホテルマンの高倉さんという方がいるんですが、はい、その方に何か石垣島のおすすめありますかと言われたら、はい、プラネタリウムとかもありますよ。へえ。今回はちょっと楽しみたいなと思います。あ、そうなんですね。よくない？だからちょっとした時間で寄れば夜空を楽しんで、でまた離島行って帰ってきて、確かに行く前でもいいし行ってきた後でもいいから、はい、そういうので気軽にロマンチックな気分になれるという。え、港にプラネタリウムってあるもんなんですか。僕は初めてですよね、うん、ここに作ったのが素敵だなと思います。え、これを僕らは今から見れるってことですか。そうです。しかも今回ありがたいことに特別にね、はいはい、星を見せてる間は携帯で撮ったりとか撮影は禁止なんだけど、はい、特別にあんまり明るくしないっていう条件で、はい、OK の許可が出ました。で一番後ろのカップルシートがあるんですが、はい、特別にそちらでカップルになってもらって撮影が OK だという。並んでいいでしょ別に。どっち俺とカップルなの。文田君です。楽しみですね、はい、久しぶりですかプラネタリウムは。でも実はね半年前ぐらいに折り旅ってあるんですよ、はい、千葉テレナ折り旅で、あのプラネタリウム横浜の方のプラネタリウムのロケ、そうカップルシートで、カップルシートで川田さんと。そうプラネタリウムって毎週行くとかっていうイメージはないじゃない。そうですね。でもねやっぱりね行ったら行ったで、あいいいいなって、いい絶対いい、やっぱ会ったら見るべきだなっていうのは思うから今日も楽しみ。やっぱ癒されるのよ。癒されますよね。そうなんかロマンを感じるの、なんか想像力が豊かで素敵なわけ。そういう昔から人間っていうのはロマンだとか、はい、そういうものを持って生きてきたんだなっていう昔との会話ができるっていうのもやっぱ星座のいいところだと思いますので、そういう部分を一緒に楽しめたらなと思います。早速行きましょう。ここ離島ターミナルから見た今日9月8日5時の景色です。星を見るには方角を確認する必要があります。今見ていただいている景色の目の前の方角が南です。昨時の空になりましたけれども街明かりがたくさんあります。今日はせっかくですから消してしまいましょう。街の明かり、そして月の明かりがないとたくさんの星を見ていただくことができます。夜空では別の鳥が2人の間を取り持ってくれるんですけれども、大きく翼を広げているこの星座は白鳥座です。白鳥座のお尻で明るく輝く星は一等星のデネブ。小さい頃さ、小学校、中学校か、授業で星習ったよね。習いましたね。夏の第三角形、懐かしいなと思いました。ベガとかね。いや、なんかそういうのを思い出しながらもうそうだよなって、これぐらい夜空に星があったら宇宙人いるよなとか、そんなことまで考えたそこまで。さあ、そしてもう一人は将棋の駒のような形。ここにいるのはヘビ使い座です。プラネタリウムやっぱり来るとね良かったって思う。すっごい綺麗、本当にパーって星空が広がって、だからなんか、あ、今から夜になっていくけれどもやっぱ石垣島の夜空見上げようかなと思うもん。
アイティンクの空模様になっていますけれども、もしかしたら今夜晴れるかもしれません。その時にはぜひ星空眺めてみてくださいね。いやー、なんか不思議な気持ちにさせられたな。やっぱりいいね。いいっすね。そう、プラネタリウムやっぱり来るとね、良かったって思う。世の中に存在する88ある星座の84が見えるんですよ、この八重山地方で。すごいっすね。石垣とか西表とか、はいはいはい、竹富島とか全部そうだけど見れるし、あとね、石垣島って星祭りがあって年に1回、何が素晴らしいかって、はい、街の明かりがあったらちょっと星が見づらくなるじゃない、はい、消しましょうって言って、はい、島民が協力していろいろ消してくれるの、家の明かりとか。すごそう。だから本当に石垣島の島民が全員で協力して、より星をきれいに見てもらおうっていうことで、観光客の皆さんとか星祭りに来てくれたお客さんのために真っ暗にしてあげる。最高みたい。めっちゃいいですね。そう、その美しい星の夜空の数を見て、あの夏川りみちゃんは星空が星だらけで気持ち悪いって言ったんだ。はい、だからそれぐらい多いよっていうことを言いたかったんだと思うんだけど。そして最後ご紹介ということで、改めてこの施設のお名前と、またね、こちらがね、はい、石垣港の中にあるんですよ。多分石垣島で遊びながらも、はい、日帰りで竹富島行こうかなとか、はい、小浜島行こうかな、なんなら、1日西表で泊まろうかなとかって、石垣港を拠点に動く観光客多いと思うんですが、はい、その中にあるので、だいたい長くてもまあ30分40分50分ぐらいの作品ばっかりなので、はい、ちょっとここに立ち寄って海もいいけど星を楽しむのもいいねっていう時間を味わえるのが石垣島星の海プラネタリウム。こちらいいですね。こちらいいですよ。結構ね、いろんな作品があるんですよ。季節によって作品も変わりますので、うん、で時間帯もいっぱいあるんですよ。こうもう1時間ごとぐらいの作品があって、はいはいはい、それによってもいろんな種類がありますので、そこを楽しんでいただけたらなと思います。金額も違うんですか、全部？金額は、一般が1200円。安っ。はい、で高校生以下は700円。へえ。でも島割りだと一般が700円、高校生以下は300円になります。島割りっていうのは、八重山在住である住所が分かるものを入館の際に提示してくれたら、それだけ値段が下がります。ゴリさんは安くならないけど、夏香里美さんのお母さんは安くなることですか？もちろんです。具志堅さんは、あの、バイトります。お金持ってるので。まあぜひね、ちょっと天気が悪かったりとか、そう、いろんな事情がね、観光にあるので。で、結構パッて客席見渡したら、やっぱりカップルで。シートを倒して見てる人や、逆に大人の女性の方が一人で来てたりだとか、そう、いろんな性別年齢の方々が星を楽しんでましたね。自然を楽しむのもよし、海行くのもよし、離島行くのもよし、ただそのちょっとした間、もう1時間以内では全て終わりますので、こちらのプラネタリウムで星空を楽しんでみてはいかがでしょうか。安心。